ホロムイ駅は、北海道岩見沢市ホロムイ南一条三丁目に、ある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は A11。電報略号は無意。1976年のホロムイ駅と、周囲約 1km 範囲。右上が岩見沢方面。千鳥城にずれた単式と島式の複合ホーム2面3線で、間に、抽選1本を有している。 駅舎横の貨物ホームに引っ込め線が残っているが、すでに2年前に貨物取扱い廃止となっており、駐車場と化している。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成駅舎は、古泉橋場にある、橋場駅舎である。ホームは2面3線で、島式ホームと相対式ホームが向かい合わせに設置されている。なお、 苗ホ滅ムイ駅間のダイヤ上には、試運転列車用の筋が用意されており、この駅で折り返す、試運転列車の姿が見受けられる。京城駅舎化される前は、一番線と二番線の間に抽選が存在した。業務委託駅、緑の窓口、自動券売機、自動改札機が設置されている。かつては、キオスクも設置されていた。岩見沢市統計所によると、 各年度の年間乗車人員は以下の通りである。周りには鉄道防風林と住宅が広がっている。駅周辺のホロムイ地区は札幌市のベッドタウンとして大規模住宅開発が進み、市の人口の10分の1にあたる8000人近くの人口を抱える町となった。ありがとうございます。